皆さんこんにちは。アウトドアプロデューサーの長谷部正和です。ビーパル公式 YouTube チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。今回はソロキャンパーの極上恥ずかし飯3皿目ご紹介したいと思います。まずは材料の紹介です。1つ目、自分が好きなビール、これはギンギンに冷やして持ってきてください。調理の方の食材はこちら。まずはパクチーです。僕は山盛りが好きなのでいつも束で購入して持ってきます。そしてごま油、最後に塩、以上になります。まずは軽く洗ったパクチーを器にどんどん入れていきます。もう好みなので好きなだけ入れてください。もう僕は何にでも入れたいぐらいパクチー好きなのでとにかく多めに作りますけど、ちなみにパクチーが苦手な方は三つ葉で作っても、そこそこおつまみとしていけますので試してみてください。こんぐらいですかね。はい、パクチーをちぎったら次、まずは軽く塩を振っちゃいます。暑い時期でもう汗いっぱいかいた時なんかは僕はもう結構濃いめにすることが多いです。味が強いと本当につまみとして最高なので、はい、ざっと塩をかけます。お好みです、はっきり言って。で最後ごま油軽くかけたら、よく混ぜます。でちょっとごま油で塩が溶けるぐらいになると染み込んで美味しいと思います。本当に何の変哲もない1分ぐらいでできちゃうんですけれども、これをせっかくおつまみなので軽く盛り付けて、はい、これで完成になります。こちらが完成したごまと塩混ぜパクチーでございます。まずはこちら乾杯。いただきます。この混ざってるのがねうまいんですよ。そしてうん、最高です。これ作るのはまあかかっても5分ぐらいですかね。なのに本当に酒のつまみとしては最高なので、ぜひ皆さんにも作ってほしいなというふうに思っております。ソロキャンパーの極上恥ずかし飯のおつまみ編やらせていただきました。このメニュー美味しそうだな、やってみようかなと思った人はぜひいいねよろしくお願いいたします。そしてビーパル公式 YouTube チャンネルへの登録もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。